death! Yeah!
さすがや。 またな、 キルちゃん。 おもろいな。 気が変わりました。 お店すぐそこなんです。 行きましょう。 いや、遠慮しておくよ。 そうですか。 気が変わったら、 気が変わりました。 ああ、行こうか。 ここ、私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。<笑>私、 男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点、お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは舞のことどう思います？ まだ会ったばかりだ。よくわからんな。だったらもう少しお互いによく知り合うべきですよね。舞のことお兄さんにもっともっと知ってもらいたいな。隅々までね。 遠慮しないでね。 舞のおごり、乾杯しよう。二人の熱い夜に。今は飲む気分じゃないんだ。え、どうして舞と乾杯してくれないの？お客さん、女の子を泣かしちゃいけねえんじゃねえのか。ここで飲まねえのは男じゃねえな。 お願いお兄さん、舞と乾杯しよう。今は飲む気分じゃないんだ。おいお客さん、こっちもボランティアじゃねえんだ。あんた飲みに来たんじゃねえのか。ねえお兄さん、マスターもこう言ってるし、乾杯しよう。 飲まないと言ったろ。どうしても飲まないってのかい。睡眠薬入りだな、この水割り。どうしたのお兄さん。客を眠らせてぼったくる。マグロって言ったか。古い手だ。人聞きの悪いこと言うね。この女もグルだ。さっきの酔っ払いも なかなか手が込んでるな。あんまりわけわかんないこと言ってると。なんだってんだ。<笑>あんま荒っぽいのは趣味じゃねえんだけどな。構うことはねえ。やっちまおう。上等だ。
った。あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい。あの、詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして、あの、あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。
口穴で。 いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
Thank you.
おい。え？そこな殺すぞ俺目障り
弁してください。どいてください、急いでるんですけど。奇遇じゃねえか。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。うまい。ありがとうございました。おい、何？
全部出せよ。後悔するな
いらっしゃいませ。ふう、食った。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。うまい。
ありがとうございます。いや。ああ。ちょっとそこら貸してんじゃねえよ目障り Yeah!
Oi.
何？Oh.